静岡バンドは1872年に形成された静岡のメソジストキリスト教徒による集団を指す名前である。旧幕臣の今井信夫が駿府城の敷地を買い取り、静岡藩の藩学校の寄宿舎を払い下げてもらって旧幕臣のための学校を設立した。その学校が設立された時、旧幕臣の面倒を見ていたかつ回が アメリカ人教師を招聘したいと考えた。1871年、かつ改修の旧地、W.E. グリフィス宣教師の推薦により、グリフィスのラトガース大学の同僧である E.W. クラークが静岡学問所に赴任する。クラークは倫理、歴史、英語、物理、科学、数学を教え、日曜日には自宅でバイブルクラスを開いた。1872年4月、 カナダメソジスト教会の選挙医のデイビッドソン、マクドナルドがクラークの公認の親とい教師として派遣された。奥村雅擦那、木原貝奈々の日本人教師も加わり、英語、漢学、数学、農業実習などを教える。さらに、兵式体操や軍事演習などを教えた。静岡学問所が廃止されて、静記者と解消される。マクドナルドは教師を続け、 毎週日曜日に牧師館で聖書講座を開催した。キリスト教の布教は禁じられていたが、岩倉智美により黙認された。マクドナルドは1872年9月27日に11名の学生、山中由美、津行誠一、村松一、三木児童、姫野博之諏訪昇、クリシマ激よ、小倉列、佐藤茂道、山中城慶。 杉山彦六に洗礼を授け、静岡教会が発足した。また、静岡教会のクリスちゃんたちは協力して、静岡教会を中心に伝道を勢力的に行った。この集団を後に静岡バンドと呼ぶようになった。今井幸彦197ページ、守る武器宮三35ページ、守る武器宮九94から95ページ。ありがとうございます。